シャスナガです。今回もお届けしたいと思います、フォートナイトニュースの時間でございます。今回はなんとなんと次の新武器が発表されました。皆さん見ましたか？次の新武器はサイレンサー付きアサルトライフルというものがね出てくるわけですよ。この見てください、このフォルム、このね見た目、確実にスカーが元になってるんですよ。っていうことは高火力なサイレンサー付きアサルトライフルが出てくるというわけですよね。まあおそらくね、幾分かは性能が落ちてるかもしれないです。火力がね、例えば緑のアサルトまで下がっちゃうのかな、まあ、それぐらいまで下がるのかもしれないけどね。ただ単にサプレッサーがついただけかもしれないけど、このサイレンサーがついたことによって得られる恩恵っていうものが、まあ、結構ありまして、敵を撃った時にやっぱりね遠くの人たちに察知されることがないので、まあ、特にね僕は今このねサイレンサーついてる武器といえばハンドガンじゃないですか、まあ、ハンドガンだったり、SMG がありますよね、まあ、そちらのね2種類を、使ってね、ああよかったなーって思うシーンはね、やっぱり敵の陣地に乗り込んだ時のバレにくさが凄まじいんですよ。例えばですよ、50対50とかそういう風なね、まあ、結構人が多い試合とかっていうのはやっぱりこう戦ってるとね、どうしても銃声でバレちゃう場面があるんですよ。どれだけいい立ち回りをしても敵のねど真ん中、敵が誰も気づいてないけどど真ん中にいるっていう状況になったとして、でそれで突然銃声が聞こえたらみんなそっちを振り向くわけですよ。なんだなんだってっていう風にねなりやすいんですけれども、このサイレンサーがつくことによってバレにくい、それがねかなり大きな点ですね。まあこのねサイレンサーっていうのはね、そういう風にまあみんな敵が多いところで使うってところでかなりね効力を発揮するので、まあそうですね、こちらの方がねどれくらいの火力になるのか、まあ背景のやつを見ると黄色だから、これはあれかなって、レジェンダリーまであるのかなみたいなね、エピックレジェンダリーぐらいの種類になったらまたスカートかぶっちゃいますからね。今回でもねこのアサルトライフルっていうのがスカじゃない、ファマス以降久々のアップデートとなるので、久々にアサルトライフルが増えるわけですよ。いや今回のこのアサルトライフルが増える、しかもそれがスカーが元になってるってところがポイント高いですね今回ね。いやめちゃくちゃ楽しみですよこれは。もうね絶対使いたい。まあ火力がちょっとね今スカーの火力がね35、36ぐらいになってると思うんですけれども、そちらの方の火力がですねこれでどう変わってくるか、まあそのね30どこじゃあどこからそのは強いっていう武器のまあラインですね、ラインは分かれてくるかっていうと、まあ、まずね34がもうギリギリのラインです。これ体力ですよね。100一番最初序盤の体力が100だと考えた時に3発キルができるかできないかっていうところも大きいんですよ。今のアサルトライフル青のやつとかもね、昔は34とかだったんですよ。34だったね。火力がね昔ちょっと高かったんですよ。結構前の話なんだけどねこれは。まあその時にやっぱり33に今なっていて、4発キルって今なってるじゃないですか。100の体力の人を削るために4発打たないちゃいけない。でそうなるとやっぱり一発一発重みが変わってくるわけですよ。1残るか、まあ、残るか残らないかっていうところでね、他の武器もねあれですから、まあ、それとあとレートがどうなってくるかですよね。SMG とサプレッサーの SMG、 これ同じような形で MP5 がなんか元になってるような形をしてますけど、レートが全く違うのでね、そこら辺もねどう低レートになってくるのかなとかね、そういうところでも変化がねすごく気になるところですよ。まあ何にせよね、個人的にアサルトライフルのフルオートのアサルトライフルが出てきてくれたことは非常に嬉しいですね。今までまあ一応ねアサルトライフルって4種類あって、バーストライフルとファマスで普通の M16 と
スカーって感じでね、4種類あったやつが5種類に増えるというわけでね、このサイレンサー付きアサルトライフルが出てきたってことは、アサルトのドロップ率がちょっとね良くなるってわけですよ。簡単に言うとアサルトライフルのドロップの確率の中にまた追加してこれが出てくるので、アサルトライフルの他のなんかものの出現率を下げてこれを入れてきたら、今までと変わらないんだけれど、このアップデートでもしそれが言ってなかったら、アサルトライフルが宝箱を開けた時に出現しやすくなるというところでもこれはメリットがあるんですね。まあいっぱいね、被って同じ似たり寄ったりの武器たちを結構ね倉庫の方に移したので、ちょっとリボルバーはね、皆さんねちょっとうわなんでって思う声が結構多いんですけれども、このねサイレンサー付きアサルトライフルが来るということならば僕は OK です。はい、アサルト大好きなんで、はい、まあそんな感じの今回はね新武器情報でした。皆さんぜひとも今回の新武器は気合い入れてあれですね、監視していきたいと思うので待ちましょう。引き続き僕のプレイをお楽しみください。ではどうぞ。ああ人狙撃で倒されてる、なんてクールな人なんだ。おっしゃ当てたぞ。キツネちゃんもうちょっとでよしいけたね。よしこれ当てるのえげつないな、やっぱさすがだわ。あの人だいぶこっち来てんね。あちょっときついね。あやっぱ食らっちゃった。マジか、当たった。オッケー終わり。ラッキーラッキー。なんか持ってない、あの人きっと一応持ってて。あーそうか、ミニポか。とりあえずこれは早々と回復の方を選びますよ私は。ラッキーラッキー。まあまあまあよかったこのタイミングで。どんな敵でもさらっと倒せるスーパーウェポンですよこれ。ダスティーの山の上か、なるほど。飛んでいこう。これはこっからあっちまで普通に徒歩で行ってから飛んでいこう。それでああもういるねあそこね。あれか、あんま先走って撃たないようにしよう。この建築バトルはね結構みんなダウンしないから、ダウンじゃない、落下ダメージがないから難しいんだよね。さすがに草に隠れてるっていうのはないと思うけど。あいた、あれか、あれともう一人か、あれか、あそこ入ってんのな。あれちょっと狙い目だな、取っとこう。川の方行ったな。さすがに当たらんか。タワーの横の、わ、これはちょっと待て。ああまずいかこれ。バレるかな。バレるかな。バレてない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 。入ってないなここ。うわお嫌なところだねここ。
しかもこの中にいるのか。どうしたもんかね。あ、あそこ死んでる。ということは、まだ2人いるのか。すげえな、戦いが。わ、マジ。わー、ちょっと待って、どこから撃たれた自分。よっしゃ、包帯星見の助やな。そう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 、なんなんそれ。多分いける、多分激ロ。オッケー、ナイス。よっしゃおっしゃ、取ったぞ。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はあのショットガンを見つけてください。オッケー、来たー、よっしゃー。